完全優勝。いいな。帰るの。マジで？もう今上級枠で何人か抜いたからもういいんだ。当たり前ですよ。今回のあらすじ。おそらくこの夏一番の暑さとなったこの日、気温は日陰でも40度に達していた。以前も申し上げた通り、人間は42度以上では十数時間で死に至る危険性が高くなり、44度を超えると短時間でも酸素系に不可逆的な変化が生じ、回復できなくなるのである。つまりもうマジ無理なのである。丸。暑い上にこの埃地獄、なんですかね。この練習してる人たちはですね、頭がおかしいんですかね。この日は MCFAJ の前日ということもあり、コースは1日この通りフルコースでございます。フルコースだけどもう見えないんです。この通りこれ見えたいんです。ここが特にひどかった。何も見えない。この酷暑で視界も悪く、まともにねライディングなんかできるわけがないんですよ。後でってのは後日見たけどね、この翌日にあった MCFAJ もね、暑くてなんか熱中症の人が出たり、埃で何も見えなかったりで、もうね散々ですよ。まったく。うおー、24番さん攻める。24番さん、それはレースどうだったんですかね。ちょっとわからないですけども、おきり、おー、ダーッダーッ。もう見えないからさ、さあ、ブロックできない。いや、もう本当にレースだったらもっと完全にブロックするけどね。まあ、バトルを楽しもうと。あれ、ちょっと待ってください。そうじゃない、そうじゃねえじゃん。あーちょ、あ、よっ、あ、おおこれ、多分今24番さん、レースとしましたね。残念、ライディングを読み誤りました。残念、仕方ありません。激しいバトルができるかと思ったけど、まあまあね、どうせねそんな大していっぱい走れないからいいわ。はい、もうこれでおしまい。はい、続いてもう翌日の MCFAJ に出る、YZ25F の123番さん、今度は追ってみようかなと思うわけですけれども、123番さんね、この日午前中練習した後なんか体調悪くなっちゃって午後はね練習してませんでした。いや、もうしょうがない、暑いんだもん。40度いってるんだもん。40度ですよ。40度。いや、俺も実際ね、もうなんかこの日は全然まともに走れなかったからね、これ何しに来たんだろうって思ってたの。それでもね、走るね。123番さん、レース大丈夫だったのかな、熱中症。いや、本当真夏のレースはもうね、ダメです。死んでしまいます。おかしいな、10年ぐらい前の、結構俺レース出てた頃は夏でも走ってなんとかなったんだけどな、もうなんともならないんですね。これはさあ、フルコースだけど中級枠なので結構ね飛べない人もねいっぱいいるんですよね。ここで、あ、じゃあすみません今完全にショートしました。思ったより加速しなかったわ。おかしいな、全然加速しなかった。多分この乾ききった路面のせいで全然リアタイヤがトラクションしなかったんですよね。で、350だよこれ。 350cc でとあんな加速しねえとは思わなかったの。ショートしたの初めてだわ。ちょっと怖かった。飛んだ時にあって思ったもん。まあでもあれですね、着地は結構緩くしてもらってあるんで、形がこのようにショートしても
なんとなく大丈夫だということはよく分かりましたので、フロントさえ刺さらなければ、フロントさえなんとか、なんだ、向こう側のてっぺんに届けばね、多分なんとかなります、多分ね。保証は知らねえから。いや、しかしマジ見えないです。あ、123度のスイスイ抜かしてくる。元気、元気。多分この時点で俺もやる気ないですね。もう、もう、本当で、結構俺暑さ対策してるんだけど、ダメですね。あ、もう諦めた。暑さ対策してるんですよ、ちゃんと。あの、なんか、なんだっけな、水を含むね、あの、インナーウェアとか着ててね、それがね、結構ね、体冷やしてくれるんですけどね。それ着てると着てないで全然違うんですけど、ちょっと耐えられなかったです、それでも。さあ、今度は、兄弟子。CRF25 ですね。兄弟子と久々に、あの、前回にも兄弟子いたんですけど、なんか新しく買った4号がうまくなんか馴染まなくて、結局この日も2号ですね。まあ、あの、マシンのね、セッティングするっていうね、気力は出てこないすぎて、バイクをね、走り終わった後にね、あれこれ変えようっていうね、気力が起きない。もう休憩中とかもう兄弟子も結構ね、疲れてましたね。主に何の話したかな、あの、全日本モトクロスの前日だったので、全日本モトクロスやるね、明日ね、モトクロスは随分下火だけど大丈夫かねって話をしたりとか、キャバクラのお姉ちゃんがうんぬんとか、そういう話をしてました。まあ、あんまり俺キャバクラとか興味ないんでどうでもいいですけど、兄弟子はキャバクラ結構大事っぽいんで、本当に言ってるかどうか知らないけど、ネタ的には大好きっぽいんで、はい、こういうこと言うとあれなんで、またそういうことばっか言ってって言われるけど、本人はまんざらじゃなさそうだったから、よしとしましょう。さあ、兄弟子にちゃんとついていけてますね、わりかし頑張ってますね。俺成長したもんだな、俺もねえ。まあ、いたそばからこのざまなわけですけども、まあ、暑さで全然マジともに走ってませんでした。すいません。